はい、本日も始まりましたコレポ放送局。はいはい、どうもいらっしゃいということで、はい、今日は2021年6月の1日ということでね、6月1日は火曜日ですね。火曜日、平日の第1ということで、連絡させてもらいますということで、6月のイベント情報ということで、パチパチパーチ。はい、じゃあ6月の5日土曜日、6月の6日の日曜日、これは名古屋の栄広場っていうね、中区栄広場っていうのが、ど真ん中にあるんですけど、名古屋栄音楽天国っていうのがリブフォーライフ主催のイベント、音楽系のイベントと啓発のイベントですね、こちらがやってます。今回は6月5日と6日土日やります。で、こちらが板車の展示もさせてもらうので、一応マックス5台ぐらいを予定してますけど、まだちょっと若干空きありますので、よければまだエントリーしてください。そちらの方にとりまのホームページの方からお願いします。概要欄の方にホームページ、リンクありますので、そちらからお願いします。はい、続いてね、6月の6日日曜日のみ、こちらは愛知県尾張朝日の、森コロパーク、愛地球博記念公園の森コロパーク交流エリアっていうね、交流センターがある場所ですね。こちらが、マニア堂さん主催のキャラクターフェスティバルっていうのがあるので、そちらの方に板車の展示をする予定だったんですけど、まぁ、ちょっとね、うちの方は板車展示をしないということで今回なりましたので、マニア堂さんだけがコスプレのイベントとかね、ステージがあるのかな、ちょっとわかんないですけど、そちらの方やっておりますので、森コロの方ぜひぜひご利用ください。で、うちはね、はつらつ市が本来ね、同じ6日、6月の6日なんですけど、日曜日に、大垣、岐阜県は大垣市ではつらつ市っていうのがあるんですよ。で、実際、プチはつらつ市としてやります、なんですけど、ちょっとね、要請があったので、今回のプチ発達ツイッチに関しては、うちの方としては参加しません。ってことはね、県外の方はちょっとっていう風の話なので、今回は、うちの方は参加しないんですけど、岐阜の方でね、発達ツイッチの方イベント遊びに行きたいよっていう方はぜひ、ただね、コスプレとかはやっておりませんのでご了承ください。お願いします。で、翌週、6月の12土曜日と13の日曜日、こちらまた連休連発ですけどね、12、13土曜日曜日、岐阜県は南農中、岐阜県は海津市の、旧南農中学校、こちらもね、最近もうずっとやってますけどね、海津南中、こちらが第10回、11回とね、12、13土曜日曜でやりますので、こちらもね、よかったら、学校全体、妖怪はちょっとね、一部使いませんけど、基本的に学校全体を使った、コスプレ撮影だったりとかね、まあ、板車の方はミーティングっていう形になってますけど、板車だったりとかドール撮影だったりとかっていうのがありますのでね。で、あと光線銃サバゲーっていうね、BR2B2I やったかなっていうね、光線銃を使ったサバゲーもやっておりますので、そちらもぜひぜひコスプレですね、したままでもできますんでね、弾が出ないので、光線銃なんでね、当たっても痛くないしねっていうことで、ワンコインでお試しっていうのもできますので、よかったらチャレンジしてください。お願いします。はい、続いて、また6月26日土曜日と27日土曜日、土日ですね、こちらが、また海津南中ですね、旧南農中学校の会場を使ったイベントということで、廃校プレイランド海津南中っていうイベントですね、実際はね。そちらの方で、コスプレだったり板車の方を担当させてもらってますけど、そちらが、海津南中26、27、同日とまたやりますので、ね、今月は、6月に関しては4日間12、13、26、27の4日間やりますのでね、学校イベント、ラブライブだったりとかね、最近だと呪術廻戦言えた、言えてる、呪術廻戦だったりとかね、もう学校系のイベント、アニメだったりとか漫画だとかね、いや、何でも合うんじゃないかなとか思っちゃうけど、まあ、基本的に学校ですから、学校系のアニメはもう間違いなく合うだろうと思うんですけど、はい、なんかいろいろね、
合うんじゃないかなと思います。いろんなアニメがね、合うかなとか、キャプテン翼でもありそうですけどね。うん、あの体育館とかもねあるんで、いけるんじゃないかな。黒子のバスケだったりとかね、ちょっとその辺集めてね撮影したいなって若干僕思ってますけど、はい、そういうのもねいろいろやりますので、ぜひぜひこんなねちょっと学校を使ってこういうのやりたいんですけどっていうのを、ね、連絡いただければ対応できるかもしれませんので、概要欄の方からもしくはね問い合わせの方からご連絡ください。お願いします。はい、ということで6月はそんな感じです。で7月に入ってからは4日の日曜日がはつらつ市、大垣ですね、はつらつ市をやる予定です。で10日、10、11、土日とこちらまた海津南中ですね。で、17、18の土日が、栄広場で名古屋栄音楽天国が、土日と、17、18の土日とやります。で、かぶって17、18とこちらが海津南中もかぶってますので、はい、よろしくお願いします。で、こちらね、18日はもう一個キャラクターフェスティバルもかぶってるので、こちらはちょっとうちは参加しない感じになりますので、告知だけ協力させてもらってます。で、最終日、31日の土曜日と8月の1日の日曜日が海津南中やるらしいです。予定です。で、8月は、日程組まれてますけど、ちょっと日程の変更があるかもしれませんので、その辺ご了承ください。ということで、6、7、8月もちょっとね、もう長くなっちゃうんでね、ホームページの方、こうやってね、ホームページ下の方にありますので、ホームページの方、概要欄から飛んでください。確認お願いします。ということで、6月のイベント情報ですね。6月に関しては、6月の6日の発売日だけは、コスプレイベントなくなりましたので、ご了承ください。お願いします。はい。で、いたちゃんの方はね、栄広場、名古屋栄音楽天国っていうね、イベントの方、いたちゃんの方は若干数まで空いてますので、はい。まあね、注射代わりでもいいんですんでね。はい、ぜひぜひ参加してください。お願いします。はい、そんな感じで終わります。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter のフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。